はい、今回も魔界戦記ですがや6をプレイしていきます。前回は自動周回を試してみたり AI をいじってみたりと準備会だったね。準備はできたし、ここからはどんどんストーリーを進めていくぞ。ちなみに最強の装備セットは案の定微妙な性能だったので全部まとめて1000ドルに装備させてます。今日こそ破壊神との戦いを終わらせてやるぜ。うん、いざ共に行かんのである。なんだ、まだいたのか。お前の役目はもう終わったぞ。釣れないことを言うでない。わしらはもう仲間ではないか。仲間じゃねえよ、財布だ。ん？キー！わしを狙っているようなのである。ふん、金が目当てか。おお、勇者ゼットよ。わしを守ってくれるのか。お前のことなんて知るか。自分の身は自分で守れ。ひどいのである。それでも勇者なのか。勇者じゃねえ、俺はゾンビだ。シュセンドル君、ボディガード的なやつを連れてきた方がいいんじゃないかな。電話でゼットが倒した金の亡者がボディガードだったのでは。あ、そっか。しょうがない、ゼット君が掃除してやるか。自動周回の設定のままで戦闘を始めちゃったね。さすがにこれだと味気ないんだよな。次のステージからは設定を戻しておきます。特殊技の演出カットはちょっと寂しいよね。ハロボの後半 HP10 万の敵がどんどん行くようになると面倒になって演出上スキップに手を出してしまう。あれだな、寂しいよね。宇宙怪獣バイがどんどん出てくるスパロボさんサイドにも問題があると言ってる間にクリア。シュセンドルの特殊技演出はそのうち見る機会もあるだろう。ふん、金に群がる亡者どもか。人間界も魔界も似たようなもんだな。いや、最初から我々を狙った計画的な犯行のようだぞ。お前が1億ヘルを手にしたあたりからずっと不穏な気配を感じる。なんだと？よし、わかったぜ。犯人はお前だ！わし？なぜそうなるのである。許してやれ、Z は脳みそが腐っておるのだ。犯人の目星ならついている。おそらくあの男の仕業なのである。あの男だと？そう、かつて勇者と呼ばれたあの男だ。元勇者。普通のゲームなら美味しいポジションだけどディスが嫌だからな。一癖どころじゃない癖があるんだろうね。お、ドリンクバーが解放されたか。オレンジジュースとカルピスを混ぜたりして自分だけのドリンクを作れるサービスではなく、経験値やマナや基礎能力をある程度好きなキャラに割り振れる設備だね。好きなキャラをひたすら育てるもよし、後の方に加入したキャラにドリンクを飲ませて一軍にするもよしってやつだな。マナが足りなくて困ってる時とかに重宝しそうだね。超転生したらマナを全て失うし。でもまあ今はいいや。今はステージクリアしまくるのだ。ふんふんふん、ようやく見つけたよ王様。誰だこいつは。勇者ヤーマン、破壊神を倒す宿命を背負った伝説の勇者なのである。名前に個性が全くないし、グラフィックもモブ戦士の改変じゃねえか。しかもとんでもなく話し方が緩いけど。転職したんだ。そして自宅警備員ヤーマダへとクラスチェンジしたのさ。自宅警備員？伝説の勇者と呼ばれたヤーマだ。最強の破壊神には勝てなかった。わしの能力のせいで何度も何度も死と復活を繰り返した結果、心は折れ、
自宅警備員に転職してしまったのだ。そんなことさせられてたのかよ。なるほど。それはまあ休んでいいんじゃないか。むしろよく精神崩壊してないな。まあ Z 君も似たようなことしてるけども、王様のおかげで僕は働かなくても何不自由なく暮らしてるんだからね。あ、それはいいな、素晴らしいな。労働はしなくていいならしない方がいい派です。犯人はお前だな。そうさ、王様のお城や財産がなくなったら僕はどうやって暮らせばいいのさ。王様に依存して一生快適に暮らすっていう僕の人生設計を壊させやしないぞ。おお、勇者よ、そんな人生設計とは情けない。なんと言われようが構うもんか。自宅の平穏を奪う相手は誰であろうと容赦はしない。ふん、お前の事情なんて知ったことか。俺の邪魔をする奴は勇者だろうがぶちのめす。というわけで、元勇者ヤーマだけの戦闘。おっと、ジオエフェクトがあるが確認しなくてはならぬ。赤色に敵強化プラス 50%、 経験値プラス 50% の効果が載ってるね。で、ヤーマダの性能を見てみると、性能も戦士じゃん。200レベルで HP7 万、弱くない？現役時代の伝説の勇者ヤーマダはめちゃめちゃ強かったのかな。隠しボスでいそうだな、現役勇者ヤーマダ。お、専用のキャラ紹介もあるじゃん。ついでにハテナハテナハテナっていう効果不明のマビリティも持ってるね。で、左側にジオシンボルが2つあるな。簡単に全消滅させられそうだね。どうする？そうだな、せっかく公式が提示してくれたギミック出し格闘家を向かわせるか。スリッパ、移動力プラス1を3つ履かされて便利に使われるドラム缶原理主義であった。武器や防具のステータスは全体的にしょうもないけど、スリッパを履くだけで移動力が上がるってのは破格。もう、全員、スリッパ3足履きでいいんじゃないかな。スリッパ3足履き、むしろ移動力が下がりそう。少女さん、ビッケ！これ、ジオシンボルにたどり着く前に、ヤーマダが死ぬな。お気づきになりましたか？いや、マジで弱かったな。2ターンぐらいで倒せちゃったよ。あ、ちゃんこさんの絵が可愛い。ステージクリア時のイラスト、地味に楽しみな要素。ギャッハハハハ、勇者ってのはこんなもんか。全然大したことねえな。復活。うわ、一瞬で復活しやがった。自宅警備員に転職しても元勇者だからね。王様の能力で何度だって復活できるのさ。転職しても能力が普通タイプの RPG じゃん。いや、まあディスガイア全体がそうか。復活させてしまうのだ。わかったかい。王様がいる限り僕を倒すことは不可能なのさ。へえ、そりゃいいこと聞いたぜ。まさかわしを殺す気じゃないだろうな。それも悪くねえが、もっといいこと思いついた。何度倒しても復活するなら経験値稼ぎに持ってこいじゃねえか。ギャッハッ。あ、Z 君、天才じゃない。そうか、無限エネルギーみたいなもんだしな。火力発電所にヤーマダをぶち込めばエネルギー問題が解決するかもしれない。地球の未来のために一人を犠牲にするのかみたいな、天気の子みたいな話になるな。復活。復活。
なんてやつだ。鬼、悪魔、君には良心がないのか。良心だと？そんなもん、とっくに腐っちまったぜ。これじゃ破壊神と戦ってた時と変わらないじゃないか。待ち上がれ、俺の経験値。おお、なんということだ。もうむちゃくちゃなのである。ひえ、もう元勇者はゴリゴリだよ。黒丸ワイプでフェードアウトするやつだ。といったところで、今回はこのあたりで。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。